微分方程式入門ということで、理論物理学者の沢山慎太郎が話します。まず微分方程式ですが、どういう形をしているかというと、これ一つの例ですが、 dfdx イコール f2 乗のように、まあ微分方程式とは、まあ方程式の中に関数の微分が入っているようなものでして、そしてこの F がまだ未知なものなんです。F という関数形を、関数がどういう形をしているか、それを求めるのが微分方程式です。まあ、このような方程式があって、例えば、高校の力学での、一様な重力場の下での運動など、それらも全て微分方程式で解くことができます。あとは、バネ振動などですね。で、まあ、これは一つの一回微分方程式という、一回の微分が入った微分方程式の例ですが、まあ、力学などの方程式は、ニュートン方程式から、ニュートンの力学の方程式から、二回上微分方程式になっています。それで、まあ、このようなものを解いていくんですが、解き方、これ、ただ単純にこの、df と dx を分数のように分けて積分してしまえば、非常に簡単に解くことができますし、できます。しかしそれは、1回の微分方程式に限って、もっと2回の微分方程式になれば、解けないものもかなりの数あります。そして、かなりの数というか、ほとんどが解けません、実は。そして、まあ、こういうものを、ちゃんと解いてみようということで、要するにこの df dx を分数のように扱わないで、ちゃんと厳密に解いてみようということで話しているわけですが、まず微分法の定義より df dx はこのようになります。で、微分方程式解くために一回リミットを外して、差分方程式の形に直します。そうすれば厳密に解くことができます。で、dfdx イコール f2 乗は差分方程式で書くと以下のようになります。で、これですね。このようになってます。で、まあ、これは差分方程式なので、ちょっと無限和を取ってます。例えば、xi のようにして、その無限和を取ってみます。とりあえずですけど。で、さらに、デルタ xi ですよね。このデルタ xi のリミットを取ることによって、このような式になります。で、さらに、左辺ですが、テイラー展開を使って、f の xi プラスデルタ xi イコール fxi プラスデルタ fxi になって、これを使えば、この fxi のところがキャンセルするので、左辺は、このようになります。で、これでリミットでデルタ xi が0のときに、デルタ fxi が0っていうのは、関数 f が連続であるっていう仮定を使いました。まあ、そういう場合に限って、まあ、微分方程式と解くことができるというような仮定ですね。で、上の式は、積分で表すことができます。まあ、区分求積法。が、まあ、普通の積分の定義だからなのですけども、もちろん、他の積分方法もあって、例えばそれが、ルベーグ積分であったりしますけれども、基本的に普通の積分と呼ばれるものは、区分求積法が積分の定義です。それから、まあ、このように、先ほど言ったように、dfdx を分数のように扱ったと同じように、積分の形に書くことができます。で、これが非常に簡単に書くことができて、解くことも非常に簡単にできます。で、解けば、この積分を解けば、マイナス f 分の1イコール x プラス c で、c が積分定数です。で、f イコールマイナス x プラス c 分の1で、これがまあ、求めたい関数形だったわけです。そして、まあ、実際に本当にこれが解になっているか確かめてみます。実際に f を積分してみると、dfdx イコール x プラス c の2乗分の1になっていて、
これはまあ F の2乗になっているということですね。で、まあ もっと非常にここまで細かいことを考えずに、より簡単に解くなら、まあ、微分を分数のように扱えばいいわけです。では終わりです。